まあ、今回はあのアジアカップ前最後のテストだと思って自分は来てるし、あの自分のプレーを出さないとその先はないと思ってるので、まずフォワードである以上結果にはこだわってやっていくっていうことと、あとはまああのチームとして戦う意味ではやっぱ、勝って、この合宿を終われたらと思っているので、またチーム全員で総力戦になると思っているので、全員がいい準備して、貢献できればなと思います。まあ、もっとその入っていく回数と量と質を高めるっていうところはやっていかないといけないと思っているし、次の試合でもやっぱ、結果が求められてくると思っているので、そのチャンスにいかに顔を出せるか入っていけるかっていうところは意識してやっていきたいです。